それでは、本日はですね、ちょっとお隣にですね、はい、ボイシーパーソナリティー、YouTuber もやっていらっしゃいます。鴨脇さんがいらっしゃいます。どうもです。どうもです。ちょっと聞きたいんですけど、何でしょう。最近めっちゃライブ行ってません？ああ、今年行ってる。行ってるよね。うん、それこれ一応シンプルに、ゼロベースで、そんなに行ってなかったじゃないですか、前は。でも今年になってライブ、本当に月に2、3回ペースで行ってるかもしれないよね。うん、それはこう心境の変化というか何かあるんですか？心境は50歳になったから。おお、そうなんだ、うん、なんか50歳になったらやっぱりちょっとでもやってみたいとか見てみたいっていうのは見ておかなきゃいけないなっていう気になってきて、なので、今度海外に行く旅行も企ててるし、それもなんか友達と海外っていうのも人生1回はやっといた方がいいなっていう、なんかもうなんか私の中で余生の始まりなんですよ。いや、カウントダウンに入ったのね。そう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 、カウントアップじゃなくて、ね、そうそう、私もう やりきったなって思ってて。いや、早いな。うん、おお、仕事の面で言う。なるほど、なるほどね。なのでもうなんかあとはちょっとでも興味のあるものは全部やり尽くしてから死んだ方がいいんじゃないと思ったので、なんかライブって、まあ生のものを見るっていうのを今年はテーマにしてますね。旅行もライブも。でも確かに、ある意味、スマホがあることによって、例えばアーティストさんの演奏、歌とか、テクニックとか見ることはもちろんできるし、もう YouTube とか見れば、海外の情報とか、景色とか全部見れるけど、スマホの中で見たものと、現場に行ったもののギャップたるやん。全然違うもんね。で、生のものに触れてる時って過去とか、未来を考えないので、今ここに意識がめっちゃくるんですよ。確かに。で、その今ここに意識を持ってくるっていう意味でも、なんか生のものを見ようっていうのをなんか今年はテーマです。なる。ちょっと相談していいですか？はい。私例えばユーミンとか行ったじゃないですか。なあ、ユーミンも行ったね。会場入った瞬間に、もうなんかその客席のレイアウトとか、客席数とか価格設定とか、舞台の演出とか、もうさ、トヨスピット、つまりね、未来に行っちゃうんですけど、今ここに全くなれないんですけど。そうなんですよね。ユーミンに行った時もね、ユーミンは海賊船をモチーフに、かっこよかった。舞台が海賊船になっていて360度見れる海賊船を、あなたはどうなって作ってるんだろうって、そこを前の方に見に行きましたね。本当落ち着きねえなと思って見てました。火を打ち上げる機材が気候はどうなってるんだろう。なんならあそこにスタッフいたらこれいくらですかとか絶対聞いてたし、前一回さ、歌舞伎だっけ、歌舞伎座ってなんか行った時に、なんかちょっと2階から見たらどうか見に来いよとか言ってたら、なんかファンの人がそれを見てたんだよね。で、カモさん2階から舞台を見てましたけど、あれはやっぱり会場のチェックのためですよねって来て、めっちゃ恥ずかしかった。バレバレです。そう、バレてますよ。私ずっと未来志向なんですよ。そうだね、過去とか覚えてないじゃない、今にないっていうのはちょっと問題だと思いますけど、やっぱもったいないかな。やっぱ今味わい尽くすというか、まあある意味、多めには味わってんだけど、全部未来の分を、なんかね、取り入れようとしちゃうのよ。病気だからしょうがない。病気終了。終了、いやでも、なんかさあ、アキコさん、すごい、これ聞いてる人も、今年齢が50歳超えていらっしゃる方もいらっしゃると思うし、40とか30の方もいらっしゃると思うんだけど、それなりに人生経験豊富な人がボイシーリスナー多いのよ。あんまり10代の、お子さんが一緒に聞いてくれてるはあるけど、それはそれで価値があると思うんだけど、なんか、カウントアップもいいが、カウントダウンってめちゃくちゃいいなと思って、昨日の放送かなんかでも俺喋ったんだけど、見取り、お亡くなりになる方の見取りをやってる方が、たくさんの方を見取る中で、そのお話をしてる中で、人生で後悔すること、したことは何ですかって、後悔してることか、何ですかって聞いた時のナンバーワンは、もっと挑戦しておけばよかったなんだよね。で、それは挑戦っていうテーマがあるけれども、結局、カウントアップで生きてると、今やんなきゃいけないこと、例えば会社に行かなきゃなんない、資料を作んなきゃいけない、SNS やってる人だったらフォロワー数を増やすためにやんなきゃいけない。これって積み上げのカウントアップじゃない。で、これダメとは言わないんだけど、
多分死ぬ時にあもっとフォロワー数増やすためには毎日配信続けとけばよかったとか絶対思わないわけじゃない、うんうんうん、それよりは今キコが言ったように、うん、海外行っとけばよかったなとか、うん、あの人のライブ生で見とけばよかったなとかっていう、うんうん、体験側に多分、うん、その後悔は残るんだなと思ったので、うんうんうん、その時にカウントダウン的な考え方は決して寂しいことじゃなくて、いやめちゃくちゃポジティブ、そうだよね、うん、だからカウントダウン式な生き方いいね、うん、いや楽しいよ、だからユーミン行ったりドリカム行ったり、うんうんうん、それこそユーミンもドリカムもここ 2,30 年、はい、いつかは見たいかもね、はい、ってこうぼんやり思ってた、だけど行くっていうわけじゃなくていつかはねだったわけじゃん。確かに。でもそのいつかはねを実際ドリカムもユーミンもあとなんだろうワンオクとか、うん、もううわーっていうのをくれるわけじゃん。確かに。それはさ例えばチケット1万円 だけど価値的には私50万ぐらいあるなと思っていて、生でそういうのを見させてもらえるっていう、はい、なんか同じ空間に入れるっていうのは、うん、同じ空間には YouTube では入れない、もちろんボイシー聞いてくださってありがとうございますとは思うけれども、うん、じゃあ同じ空間にいますかっていうといないので、うん、なんか会えるうちに会った方がいい、だって相手死ぬかもしれないじゃん、自分も死ぬかもしれないけど、確かにって思っています。今皆さん聞きました？今アキコさんが言ったことをちゃんと僕が解説しますよ。はい。12月21日豊洲ピットに来た方がいいってことですよ。だよ、吉人なんてね、もうそろそろやばいもん。そろそろやばいですよ、私。一番そばにいる奥さんが言ってんですよ。うん、もう嫁短い。やばいよね。うん、俺、西野さんにもさ、鴨頭さんってなんか死ぬ直前のクワガタみたいですよ、ね。もう今のうちにやっとかないとやべえって感じてる、うん、動物的に、うん、だってやってることのさ、うん、量がさ、うん、明らかにカウントダウンの生き方、行き急いでんもん、行き急いでるよね、行き急いでる完全に、うん、皆さん今年しかないかもしれないです。いや本当にあの本当に思うよ。私ヨシヒトのそのトヨスピットは、はい、いやマジ見ておいた方がいいと思う。なんかだって多分来年あたりはいるかな、でこの世にいるかどうかってこと、そういてほしい、うん、僕はいてほしい。だからああ鴨頭さんっていう人の YouTube 聞いて助けられたことがあるなとか、うんうん、気づきをもらってありがとうって思ってるなっていう人は、一回その義人が本気で歌ってる空間に身を置いた方が私は後悔しないと思う、うんうん、ああいい放送になったこれ、ありがとう、ね、私は行くか行かないかちょっと待ってください。それちょっと待ってくださいよ、おかしくないですか流れ。いやでもあなたカウントダウンしてるわけじゃないですか。そうだよ。でユーミンとかトリカも行ったわけじゃないですか。うん、超良かった。でビートボックスも行ってるじゃないですか。ビートボックス今日も行く、うん、なのに鴨頭で来ないってどういうことですか。いやそれは分かんないっていう話ね。分かんないって話ね、うん、でもだから来年生きてるかどうか分かんない、もちろん自分だって分かんないわけで、あ、まあそうね、で相手も分かんないんだから、うん、一期一会ってそういうことでしょ。12月21日です、今日のテーマは。なるほど。ありがとうございます。どういう話になるか分からなかったけれども、うん、もう、ほんとね、うん、もうずっと豊洲ピットのこと考えてるんですよ。うん、いや私、行けばよかったって言う人大嫌い。おぉ、来た。なんだよ、行けばよかったって。行けばよかったって、わざわざコメント打ってくる人、うん、来てほしいよね。うん、行けば、なんだよ、行けばよかった。いや、でも行けばよかったっていう人は、うん、誰よりも本人が損する生き方してるよね、うん、だって心の中にはあったわけでしょ、うん、行きたかったが、うん、それを大切にしてあげてないっていうことは、うん、その他の場面でも同じことやってる可能性高いもんね、うん、絶対自分より他人を優先してるってことなんです。なるほどね、うん、それもったいないですね。もったいないです。あ、自分が会いたいとか自分が行きたいとか自分がやりたいと思ったことを何よりも優先させるように、うん、その時には多少の努力とか人の協力とか必要になると思うけど、うん、それも自分ごとだよね、うん、ここ代わりに入ってシフトとか言って職場でお願いするとか、うんうん、まあお父さんお母さんにちょっと子供この日だけは見てってお願いしたりとかそういうこともあると思うけども、うん、でもそれも自分がやるべきことだもんね、うん、まあ自分がどこまでできるかあるけれども、うん、ああもう勉強になりました今日は。よかったです。ああもう人生の体験っていうのは自分自身が自分の感情を優先しないと手に入らない大切な命の時間という宝物だという放送でございました、はい、ということで今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいね、豊洲ピット二度とないよ。